はい、始まりました、生き物チャンネルです。はい、こんにちは、ダイモンです。1回目、大紫終わりまして、はい、なかなかの反響だったみたいで、はい、チャンネル登録者数がなんと、はい、28人です。よし、はい、すごい。皆様ご視聴ありがとうございます、はい、ありがとうございます。また今後もチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、新しい人を見てくれていいですね。はい、はいはい、まあ、そんなわけで、あの、更新の頻度はどんどん上げていきたいなと思っております。はい、頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ大門さん、今日のご紹介いただける生き物は何でしょうか。はい、今回は、コマダラウスバカゲロウという昆虫についてご紹介させていただきたいなと思います。まず、まあ、ボリューム2、コマダラウスバカゲロウということで、サブタイトルに背景に紛れる変わったアリ地獄というふうにしております。まず、紹介していきますと、和名がコマダラウスバカゲロウで、学名がデンドロレオンエソエンシスというふうに、ちょっと難しい名前ですね。で、レア度についてなんですけど、星2つということで普通です。はい、で、分布場所についてなんですけど、本州、四国、九州に、分布しております。はい、で、見られる時期についてなんですけど、成虫ですね、写真に写っているような、成虫につきましては、6月から8月、初夏から、夏場にかけて、見ることができます。幼虫に関しましてはほぼ1年中見ることができます。続いて、食性、食べ物についてなんですけど、成虫、幼虫ともに、小さな昆虫を、捕食します。まあ、肉食。で、最後に大きさについてなんですけど、成虫がだいたい 1.5 センチから3センチくらいで、幼虫については 1.5 センチ弱っていうような、大きさになっています。はい、続きまして、コマダラウスバカゲロウの生態についてご紹介したいなと思います。写真をちょっと見ていただいたら分かるんですけど、実はこの写真の中に幼虫が隠れているんですけど、皆さん分かりますかね。実はここに幼虫の姿があります。これが頭ですね。で、今目出して顎を開いてる状態なんですけど、これが幼虫になります。で、本種、コマダラウスバカゲロウは脈刺目、難しい言葉なんですけど、小さなウスバカゲロウの仲間です。ウスバカゲロウって何かというと、皆さんアリ地獄とかご存知ですかね。よく乾いた土の底に、すり鉢状の巣を作っていっている昆虫なんですけど、まあ、あの、そのウスバカゲロウの仲間になります。で、成虫は写真にも写ってた通り、まあ、透明な羽を持ってまして、非常に美しい、黒い色の、紋が見られるのが特徴になってます。で、コマダラウスバカゲロウについてなんですけど、本種は低山地ですね、わりかし低いところの山から神社とか、そういったあのやや薄暗いところですね、そういった場所に生息しておりまして、あの、まあ、地衣類って書いてあるんですけど、あの、まあ、植物ですね、あの、まあ、苔とはちょっと違うんですけど、そういった地衣類の多い場所でよく見つかります。コマダラウスバカゲロウの最大の特徴は何かと言いますと、アリ地獄と聞くと皆さん、あの、すり鉢状の巣を作るイメージが強いんですけど、実はこのコマダラウスバカゲロウは普通のアリ地獄のような巣は全く作らず、こういった地衣類の、生えている石とか、ね、岩とか樹皮などにひっついて生活しているっていうのが、このコマダラウスバカゲロウの最大の特徴です。で、なぜそういった場所についているかと言いますと、実はこの写真見ていただいたら分かると思うんですけど、そっくりなんですね。で、この地衣類を背中につけてまして、パッと見ると周りの風景に溶け込んでしまう、こういうのを擬態っていうんですけど、保護色になって、もう、あの、周りの空間に溶け込んでしまって、天敵から身を守ってるっていうふうに言われています。で、そういった習性を持つと同時に、これは、あの、身を守るだけじゃなくて、実は、あの、餌を食べる時にも役に立ちまして、実はこれ幼虫、今顎を開いてる状態なんですけど、何をしてるかというと、これ実は餌を待ってるんですね。で、ここに飛んできた小さな昆虫ですね、ハエとか、まあ、アリとか、まあ、そういった昆虫が近づいてくると、あの、顎をパッて閉じて捕らえて食べるというようなのが、コマダラウスバカゲロウの捕食スタイルになります。じゃあ最後になるんですけど、コマダラウスバカゲロウ、普通のアリ地獄と違って一見、あの、地味な生態を持つ昆虫なんですけど、成虫になるまでだいたい数年かかるっていうふうに言われてまして、一年中通して見ることができます。で、冬場っていうとあまり昆虫見れない時期なんですけど、まあ、そういった時にも見ることができる、あの、冬場の観察にうってつけの昆虫の一つになります。で、特にこのチーブに擬態する能力が長けてるんで、観察会とかで子供たちの方が先に見つけちゃったりするなど、まあ、やっぱり探すっていうことに関しては、このコマダラウスバカゲロウ
ロウはうってつけの昆虫でもあります。でそんな本種なんですけど、近年につきましては飼えてる地衣類っていうのが環境の悪化とかによって減りつつあるんで、やっぱり個体数っていうのがちょっと少なくなってきてるっていうのが今現状です。まあ、決して珍しい種類ではないんですけど、まあ、生態的にはとても面白い習性を持った昆虫なので、観察会とか散歩の途中とか見られた時はゆっくり観察してあげてみてください。それぞれ下記参考文献を参考に作成しております。興味がございましたら、一度検索いただければいいかなと思います。それじゃあ大門さん、今から現場の方に行かれるんですか？はい、そうですね、今からこのコマダラウスバカゲロウをぜひ探しに行きたいなと思います。はい、じゃあ現場の方でまだ皆さんお会いしましょう。はい、はい、じゃあ大門さん、はい、現場に来ましたね。はい、現場にやってきました。うん、今ここどこですか？ここはね、長野公園の天野山地区という場所ですね。あ、天野山地区でございますか。はい、ちょっとね走ってきたんでちょっと疲れてる。嘘つけ。いや、ここにあなたの車が、ここにあなたの車がございます。はい、はい、今日何しに来たんでしたっけ？今日はコマダラウスバカゲロウという A パートの方でご紹介させていただいた、そうでしたね、アリジゴクの仲間を探しにやってきました。そうですね、 A パート取った後走ってきましたもんね。はい、ダッシュで走ってきました。そうですね、あの時夜だったのに、まあ、なんかいや、あの時中だったんですけどね。今もう、夕方ですね。コマダラウスバカゲロウ、どんなんでしたっけ？まあ、アリジゴクの仲間で、はい、普通アリジゴクというと、うん、吊り鉢状の巣を作って、そうでしたね、はい、そういうのがアリジゴクの仲間なんですけど、そうでした、吊り鉢状の巣を作らず、お地衣類って言われる、まあ、植物に、はいはい、紛れて、それもそっくりに、まあ、背中にもその地衣類を背負って、ね、あの写真を見た時は、はい、なかなかどれがどれやらさっぱりでしたよ。 それをね、今から現場で探したいなと思います。はい、これ梅の木ゴケっていうやつで、ね、よく桜とかによく生えてる、まあ、これ桜なんですけどね、はい、まあ、コケって名前ついてる、これが地衣類ですね、はいはい、なんですけど、まあ、この梅の木ゴケについてないこともないんですけど、あんまり見かけないですね。あ、横綱差し紙はいましたけど、はい、動いてますね。はい、横綱差し紙の幼虫です。これ幼虫なんだ。はい、6月ぐらいになるとね、まあ、5月下旬から6月ぐらいになると成虫がね見れるかな。今3例ぐらいかな。あれなんですね、肉食の。肉食ですね、肉食のカメムシでして、うん、このね、前にある口でね、ストローのような口で、ちょっと太いんですけどね、草食性のやつと比べて、でそれをね、毛虫とか他の昆虫に突き刺して体液を吸うという、そういう肉食性のカメムシです。お、まあ、他のカメムシという匂いももちろん出しますよ。匂い出すんよ、はい、こいつ。ちょっとね、臭い匂い出します。ね、背中からね、匂い出します。ちょっと匂いますね。匂い嗅いでるな、まあ、臭いですね、ちょっとね、ゴミっぽい匂いするんです。ゴミっぽいというか、なんかちょっと、ね、酸味が強いような匂い。はい、カメムシのね、成虫になると臭腺っていう匂いを出す場所があって、ほうほうほう、幼虫の間はね、大概背中のところに臭腺があってね、ほう、まあ、背中側から天敵に襲われると、うん、匂いが発するようになって、で成虫になると臭腺が人間でいう脇みたいな感じで、足の下です、うん、側に変わるんですね。脇がなるんですね。そうですね、まあ、成虫になるとね、背中側がね、羽が生えてくるんで、羽が生えてくるんでね、それが防御作用みたいな感じで、硬い部分もあるんで、ね、一方下側がね、うん、柔らかいんで、下側に臭腺があって、そこから匂いを出すようになりますね。さすがカメムシ研究してただけのことあるんですね。そうですね、過去にね、カメムシ研究やってたので、まだ僕がやってたカメムシもいつか紹介したいなと思います。はい、了解です。今もう撮影している横で匂いをわざわざ嗅ぐ大門先生、やりますね。あ、そしてこれ食べられた後ですね、このハエ、うん、これハエの仲間なんですけど、うん、死んでるんでね、うん、でもカビとか生えたりしてないんでね、多分横綱刺し紙食べられちゃった後かなと。これ食べられた後ですか、はい、へえ。ちょっと場所をね、うん、移動したいなと思います。はい、了解です。じゃあ移動しましょう。はい、はい、じゃあ大門さん移動してきましたね。はい、してきました。はい、はい、長野公園ですね、うん、いつもよく使わせていただいている長野公園の、うん、長野地区にやってきました。で今からね、うん、コマダラウスバカゲロウの幼虫を探しに行きたいなと思います。はい、はい、はい、なんか見てる、もしかしたらいるかもしれない、ね、こういうね、地衣類のところ、まあ、この地衣類をね探していけばね、まあ、別にさっきの梅の木ゴケの中にも入れたりもするんですけど、うんうん、こういうやつで見かけることが多いですね。そうです。ちょっとね、やや薄暗いね、西日が当たるところらへんに多いらしいです。あ、今ちょうど西日当たってますね。
ちょっと探しやすいんじゃないですか。探しやすいですね、こういうね土壁、土のね土砂のね乗り面のところとかね、ほうほうほう、見てる可能性が高いんでね、こういうところで探します。ああほんまですね、はい、こういうね、チールがねたくさん生えたところにね行ってます。こういうところをひたすら探すと出てくるという、まあ、もうちょっと上行ってみましょうか。はい、はい、ここはいるかもね。あ、アリ地獄、あ、どこの巣がありましたね。これがアリ地獄です。あ、これもやな、これもこれも、おー、これもそうです。はい、じゃあ大門さん、これを、はい、ちょっとね中掘らせていただいて、アリ地獄が出てくるかどうか。あ、サナギですね、これアリ地獄のサナギ、サナギかな。はい、これサナギ、なんか土の塊見えますね。そうです、中に入ってると思いますね。あ、そうなんや、はい、だからこれはこのままにしておいてあげましょう。でしょ、今のが薄葉かげろうになるわけです。そうですね、早ければ5月の下旬ぐらいには羽化してくるかなと思います、ね。あ、ここにちょっとちっちゃい巣があるんで、これは多分いてるかもしれないです。中に見てみましょうか。あ、いてた、いてた、いてましたよ。ちょっとちっちゃいな、だいぶちっちゃい、まだ生まれたばかりか。あ、そう、去年生まれたばかりかな。あ、え、な、去年何年ぐらいいてんの。同じぐらい、3年ぐらいかなと思います。あ、これがアリ地獄になります。はい、ちっちゃいですね。そうですね、まだ1年もの、まだ1年ものですね、はい、元の場所に返してあげれば、また自分でね、あの巣を作っていくと思うんでね。あ、ちなみにさっきのサナギは、はい、この3年ものっていうぐらい、3年もの。そうですね、おそらくあれなんですけどね。へえ、なんか写真撮ってありますか。はい、俺が今写真撮った意味ねえぞ、これ、まあ、いいけどさ、拗ねてますね。俺拗ねてないよ。何を言ってるんですか、あんたびっくりするな。あ、そうか、コマダラオスバカグルは、そうだね、忘れてました ね、この辺にいる、いると思うんですけどね。ちょっと待ってくださいね、子供さんだったらね、意外とね、見つかる可能性とかね、うん、よく見つけ、観察会とかでも探させたら結構見つけたりするんですけど、こういう、はい、このチール、いてたらね、いたって僕叫ぶんで。そうだね、だいたいいつもそうだよね。オムラサギの時ね、割と反応薄かったように見えると思うんですよ。違うんですよ、あれ2個目だからね。1個目の時ね、僕カメラ切っちゃったんでね。そう、だからなんか大門さんの反応結構薄いんですよ。あ、最初の時、あ、いたって言ってたね。これかな、うん、いたいた、いたのかい。あ、いましたね。あ、そう、ちっちゃ。いや、これね、今顎がね、下に、中に入れてる状態なんですよ。これ、取れてんのか。あ、落ちた、どっか行っちゃいました、すいませんもうわからないです、全然落としちゃいました、すいません、もうおい、すいません、どっか行っちゃったな、申し訳ない。しかもなんか大門さん、はい、あれっすよ、反応薄かったっすよ。ごめんなさい、また探しに戻りました。今行ってたんですけど、残念ながら落としちゃいましたね。めっちゃ反応薄かったよ。まあ、華麗にミスってしまいましたね。そうだね。さあ、次はまたいるでしょう、おそらくいる、いると思うんですけどね。っていうか、いないとね、うん、僕のプライドが許せないそうなんや、プライド、プライドがね、豆粒みたいな、いや、大きいプライドですよあ、いましたねうわ、もうなんか縁起臭い、縁起臭いですか。今見つけちゃいましたよ。でかい、でかいです。あ、2匹もいますね。あ、そうなん、あ、3匹もいますね。あ、そう、ちょっと、ちょっと、あ、4匹もいますね。あ、そうなん、あ、5匹もいますね。いや、なんかえらい、えらい興奮してきて、ごめん、刺してはい、ここです、これだね。はい、はい、これ、コマダラウスバカゲロウ、ウスバカゲロウの幼虫、の幼虫です、になります。こういうふうな地類に、まあ、固着して生活するアリ地獄ですね。これね、あんたはどうでもいいですけど、はい、幼虫ばっかりじゃないですか。そうですね、幼虫ばっかりですね。ね、成虫みたいですけど、成虫はね、トイレとかに行かないようにしますね。何月くらいですか。まあ、だいたい5月下旬から6月初夏、はい、初夏から夏にかけてですね、成虫出てきますね。なるほど、はい、さあ、あとは、あとは結構いますね、ここね、結構いてる。
見つけたの。でも6匹いんのか。いや9ついるはずですけどね。そんないの。これクイズにできたらいい、面白いですね。ねえ、これただでもね、ちょっと明るすぎる。まあ8あと2。おお、あ9、ここにもいる。おお、9匹いっぱいいますね、はい、すごいですね。あ、動きましたね。あ珍しい、動いた動いた動いた。うっそー、これ珍しい。動画で撮ろう。これはあ、やばい、動いた動いた動いた。あ、動いた。お前、俺の俺撮ってんだろもうこれ珍しいんだよ、ね、びっくりしたよ今。もう俺撮ってんだからいいじゃねえかよ。怒られたよなんで俺撮ってんのか。俺必死になって撮ってんのに。いやもうびっくりしたよ。いや重いとこ見んの初めてなんですよ。初めて見んの、うん、いやそれがね、あの興奮するのいいんだけど俺に撮らせろよ。おお、すごい動いてますよ今。顔がね見えてきましたそう俺今ちょっとショックだったぞ。なんかね、アリジゴクはね、普通後ろにしか動かないっていう話聞いたんですけど、あ、ほんまや、前に動きますね、こいつはね。動いてるね。あ、動いてるね。動いてますね。へぇ、僕、実はコマダラウスバカゲロウが動くの初めて見ました。あ、そうなの。 今まで、ずっと何しても動かないようなイメージしかなかった、うん、へぇ、これははっきりわかりますね。今動いてる、ね、今なんか前に動いてるよ ね動いてるんで、これ、ね、あんたの指の先がケツやろ。はい、そうです、そうです。そうだよね、こうなるとね、面白いですね、うん、あんたさっきのやつも動いてないの。俺を遮って撮った動画はちゃんと動いてたでしょ。動いてましたよ、うん、いいよ、その動画くれよ。はい、あ、ちょっと影になってもらいます。あ、よかった、はい、いい、こんなんですか先生、はい、ありがとうございます。おちょっと待ってくださいね。はい、いいですよ、もう好きなだけ撮って、はいはい、これで完全に周囲に溶け込む姿が撮れました。おお、俺今のはさすがにちょっとびっくりしたぞ。俺感動しましたね。おお、いや感動すんのはいいんだけど俺が撮影してるって言ってるのに。あ、10匹目見つけました。あ、10匹目見つけました。今話そらそうと違ったほんまに最低だよ、はい、びっくりしたよ俺。はい、ということで、うん、コマダラウスバカゲロウ無事に見つけることができました、うん、そうだね。10匹です。その動くっていうのが、うん、動画で抑えるって割と珍しいってことこれ。そうですかね、あんまり普段動かないんで ね。 そうだよね、なかなか動いてる姿を見るのは、うん、僕も実は動いてる姿を見るのは初めてなの。わあ、やったね。だからね、こう現物を観察するのはね、うん、楽しみなんですね。そうですね、はい、できたらこっち見てくださいよ。ずっとコマダラを見ておりましたけど、はい、いいですね。ということで、いや、ぜひ面白い生き物を見たいなと思います、うんうん、はい、どうもありがとうございました。皆さん最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。これからも生き物観察のコツや生き物に関する豆知識などを時折挟みながら動画を定期的にアップしていきたいなと思います。本人のモチベーションにもつながりますので、チャンネル登録・高評価していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。